マルチャンネルです。マルチャンネルウィングフォイルプロジェクト4日目ということでですね、ウィングフォイル4日目、とうとう4日目に入ってきました。ということでですね、今日はいい風吹いててですね、40のウィングと、ウィングは2000、ボードは118リットルですね。はい、いつものセットでまた練習をしています。今日はね、ダイブの練習をしているところなんですが、だんだんね、乗り方がね、分かってきました。ウィングホイル、これはね、まさにスノーボードの板を踏む動作ですね。あれがすごい重要かなって思います。特に前足、はい、前足の使い方でね、多分ね、乗り方が激変するんじゃないかなと思ってるので、今日はね、それ目指して頑張りたいと思います。ということで頑張っていきます。